こんにちは、ユミです。皆さんいかがお過ごしですか？私は相変わらず仕事がキャンセルになったり短い時間になったりしております。そんな時間お家で楽しむようにしています。できるだけ日常のことを楽しんだりしています。今日は朝食の様子や無印良品のおすすめのアイテム、猫と遊ぶ様子をどうぞご覧ください。今日はこれを使って朝食を作っていきます。今日はこのビーフジャーキーを使いました。ローソンで100円で買いました。使うのは1本だけで大丈夫です。キッチンバサミで細かく刻んで上に振りかけていきましょう。そしてちょっと混ぜます。スパイスが効いて美味しくなります。ベーグルは冷凍してしまうんですけれども、半分に切っとかないと冷凍を切るのってすごく難しいので、あらかじめこんな風に半分に切っといて冷凍しています。これを焼いていきます。できました。さっきのビーフジャーキー覚えてますか？なんか馴染んでますね。これラーメンに入れてた煮卵です。今日残っちゃったので、ここにちょっと2つは多すぎるので1つ取っとこうかなと思ってます。このセリナのクッキングシートに1つくるんでしまっておきます。今日のクッキングシートの柄はこれを使います。いくつか持ってます。たっぷりめにしないとちゃんとくるめないので、ちょっと長めに切ります。ちょっと大きめに切りました。どっち食べようかな。チーズを食べたいからこっちをくるんでおきます。これは後で食べようかな。はい、できました。これは午後食べます。ちなみに猫はというとすぐここにいますいつも見守ってくれています。ねえミミね。それではいただきます。この小皿可愛くてお醤油の小皿として買ったんですね。そしたら餃子がはみ出てしまって小さいんですよ。お寿司とか買ってきて食べる時にもちょっとね無理だったんですよ。小さくて捨てちゃおうかなと思ったんですけど、これに使うことにしました。画鋲の一時置きにすることにしました。私毎日何かしらハンドメイドをするんです。壁に貼って写真撮ったり YouTube 撮ったりもしますし、ディスプレイしたりするんですけど、その時にちょっと一時的に貼ったりするんですよ。いつもどうか画鋲がいっちゃって危ないので、これを一時置き作業の時に使おうとしました。これならテンションが上がります。もう餃子の醤油皿じゃなくなりました。外は雨が降っています。今日は猫と私はまったりしています。今日はこれを紹介します。無印良品の外ポケット付き片面クリアケース149円です。もうこれももっと買えばよかったと思ってます。まずここに2つ透明なポケットがあるんですね。ここです。それでこの後ろファスナー付きになってるんですけれども、ここにも入れられます。で裏側ひっくり返すとここには中が見えないようになっています。すごい便利なんですよ。ちょっと長いレシートってあるじゃないですか。こういうのここに入んなかったりするので、この後ろ側に入れられます。もちろん中にも入れられます。でちょっと例えば大きなものを入れたいとするじゃないですか。その時もこんな風に入れて、しかも透明なんですよ。こういう小さなレシートとかはこんな風にとりあえずって入れとくこともできるじゃないですか。こんな風ですね。これで149円なんですよ。あーなんか確かグレーっぽい色もあったと思うんですけど、私はキリッと引き締めたくて黒を選んでみました。
無印良品です。ぜひ皆さんもこれ使ってみてください。おすすめでした。猫が運動不足にならないように遊んじゃいます。さんざん遊んでちょっと疲れちゃったみたいです。お昼寝をさせてあげますね。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。毎日更新しております。よろしければ赤い文字でチャンネル登録というのがあるので、そちらから登録をお願いします。コメントも励みになるのでぜひお送りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ユミでした。バイバーイ。